はーい、こんこ、もうこんばんはかな。はい、えー、こんばんは、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい、えー、今日の一番最後の配信になると思います。今日も一日ね、お付き合いいただき本当にありがとうございました。 はい。えー、また、ナチュラルなね、ニュースさんなんですけど、これはちょっと残念な、あ残念ですね。ちょっと残念な、あ記事になります。なんと、あの、ニューノーマルですね。ニューノーマル。はい。新しい、その、正常というかな、というかね。新しい、まあ、普通っていうかね。まあ、そういった、あ状態です。の中にね。なんと、N の Y ですね。ニューヨークです。 はい。ニューヨークが、あとあるね、えー、広告をずっと流してるそうです。はい。えー、それはあ、ニューノーマルにね、お子ちゃまですね、ピヨコちゃん。はい。ピヨコちゃんのハートですね。ピヨコちゃんのハートのね、あのー、縁の少々です。はい。ピヨコちゃんのハートの縁の少々は、あ普通ですよ、と。 そういうキャンペーンが始まりました、えー。そういうふうに認識をね、皆さんにしていただこうというキャンペーンでございます。はい。えー、わかりますよねこれね。多分日本でもそのうち行われると思います。はい。ピヨコちゃんです。 ピヨコちゃんの、まあ、アニメーションなんですけどね、あの、と、記事に飛んでいて、いただければ、こちらのアニメーションも見られるようになってます。ニューヨークのね、えー、N の Y のね、えー、まあ、死で作ってるものです。はい、正式なものです。はい、えー、ピヨコちゃんの真のね、はい、真のキンキンのエンエンですね、は、普通ですよ、と、はい、 珍しくありませんよというキャンペーンです。はい。えー、多分これ、あの、そのうち日本にも入ってきます。でもね、日本の場合、これ、まあ多分、あのー、日本だけではなくてね、雨の国でも、これ、地域差が非常に、えー、大きいと思います。多分ね、雨の国の場合は、青い地域は多くて、赤い地域は少ないということになりそうです。日本もね、県,あの県別で、 えー、例のね、た、このお子様がね、はい、えー、例のものをね、えー、パックパック食べちゃってる、あの、率が全然違いますので、はい、一番低いのが、あの、おおおのさかさかですね。で、二番目が大きいのなわなわです。はい。えー、まあ、四パーセントぐらいです。はい。<laughs> で、高いのが、とうのほくほく、ほぼほぼ、あのー、五十パーセントです。はい、えー、そういうことで、 えー、食べてる人数にもね、これ違いがあるんで、かなり地域差がこれ出ると思います。はい、えーし、しかしね、えー、ニューのヨークヨークではね、はい、N の Y では、こういったキャンペーンが始まりましたということです。皆さんにね、えー、なんか普通のことなんだよっていうふうに認識してもらうっていうのが、まあ、 始め、そういった目的なんですね。はい。まあ、これはわかりますよね。そういうことです。で、えー、こういったね、ものはね、実は例のね、あのー、スピードなんちゃらですね。はい。えー、まあ、これ言っちゃったら、あの、ね、怒るかもしれないですけど、えー、トラちゃんがね、言っちゃった、あの、ワープなんちゃらですね。ワープなんちゃら。はい。 ワープー、なんちゃらですね。ワープ、なんちゃら。もしくはあ、なんちゃらスピードですね。はい。えー、そちらのキャンペーンが始まるい前は、とても稀だったということをお付け加えておきたいと思います。はい。そういうふうに書いてあります。はい。えー、まあ、これね。 えー、ぜひ、元吉飛んで、あの、確かめてください。そういったキャンペーンが始まっているようです。えー、残念ですね。はい。とっても残念です。まあ、親ガチャだということです。とりあえずは。はい。親ガチャです。はい。えー、まあ、そういうことです。お子様は、あお母様が、あね。えー、まあ、お父様もそうですけど、えー、賢いか賢くないかで、 ええー、どう、あの、運命が決まってしまうということですね。はい。まあ、これね、とある、あの、まあ、余談になるんですけど、とある人のね、ええー、まあ、格言なんですけど、父親がね、ええー、馬しかだと、はい。父親が馬鹿しかだと貧乏になり、母親が馬鹿しかだと病気になるという格言があります。はい。まあ、そういうことです。はい。えー、ちなみにこれはね、 ニューヨークのね、はい、ニューヨークが出てきたんで、はい、クリントンストリートベーキングカンパニーの朝食レシピでございます。非常に美味しいです。これね、あのー、たまにね、あのー、作ることありますけど、エッグベネディクトとかね、もうめちゃくちゃ美味しいです。はい、エッグベネディクトですね。なかなかね、カロリー高いんでね。 なかなか食べないんですけど、<laughs> はい。<laughs> はい、すごいカロリーなんでね。<laughs> はい。えー、でも美味しいです。<laughs> はい。まあそういうことで、えー、今日はね、ちょっと、はい。こんな感じでね。4週間朝食メニューということで。<laughs> はい。<laughs> はい。えー、今日はあ、そんな感じでね。<laughs> 最後にはあ、ちょっとね、悲しいお知らせでしたけど、<laughs> はい。まあそういうことで、まあ日本もね、そのうちそういったキャンペーンが大々的に打たれるんじゃないかなと思います。 はい、えー。それでは皆さんまたごきげんよう沖縄おばばでございました。今日も一日本当に心から感謝いたします。また明日ね、元気なお顔で皆さんにお会いできることを楽しみにしております。はい。それではおやすみなさい。